皆さんこんばんは、常念司の経済ニュース最前線。はい、ということで、はい、始まりました、経済ニュース最前線ですけれども、はい、本当にね、昨日視聴者の会の1周年記念パーティーがありまして、はい、1周年ですか、はい、皆様ありがとうございます、本当にね、もうね、皆さんの、ね、お声を集めて、はい、テレビ局に届けてるんですが、なかなかお返事いただけなくて、レスポンスがない、ねはい、特に岸井とか青木とか、特に青木、お前だ。返事待ってるぞみたいな、ね、感じなんですけど、返事は、ね、してほしいですね。というかね、公開の場で討論しましょうと、お互い言いたいことあるんだから、ね、ぜひそのやり取りをね、あの公開の場でみんな見てもらって、ね、どっちが正しいとかじゃないんですよ。いろんな多様な意見があるから、ね、あの別にそっちでやるなら出てくし、ね、こっちの場に来てもらってもいいよと言ってんですけど、岸井さんがですね、もういつもね、あのあれなんですよ、あのその講演会でね、講演会で何言ってるか全部知ってるんですけど、ちなみに、はいはい、講演会で、もうあんな人たちを相手にしてはいけないと、そうなんですか、周りの人に言われましたとか言って、って感じですよね。でもあの、いや、あれなんで答えないんですかって聞いてる人も結構いるらしいですよ。だから岸井さんに会ったら、どうして視聴者の会の、ね、公開討論を応じないんですか、みんな聞いてください、はい、それが日本を良くすることなんじゃないかなと思うんで、あの怒ってる人の皆さんお待ちしてますみたいな、ね、感じなんですけど、はいはい、まあ、お待ちしてるという意味で、ねはい、待ってました。あ、そうつながりますか、年初来たかね、はい、ありがとうございます、皆様明けましておめでとうございます毎週の明けましておめでとうございますということで、はい、よかったですね、はい、やっと持ち直した、はい、もうこれトランプ様のおかげですね、うん、はい、虎越俊太郎とか言ってごめんよでもあの時は本当に虎越俊太郎になりそうだったの、はい、本当に、はい、本当に、はい、やばかったんですよ、ええ、だけど、まあ、あの江崎先生ともね、私 の, あの、ジョナトラダムスの秘密のトークを聞いていただければ分かるんですけど、はい、まあ、ある時からものすごいこう頑張った人たちがいるんです、約2グループいるんですけど、それで復活したんですよ、はい、で、まあ、トランプのおかげで、はい、まあ、トランプさんのおかげで今この、ね、年初来高値、まあ、円安のおかげかな、はい、まあ、単純計算で、あの来期のですね、まあ、次の四半期 の,、まあ、あの輸出企業の決算がなんとなくもう想像できますよね、はあ、1ドル100円と1ドル113円ではもう全然違いますもん、決算がね、トヨタなんてものすごいこう売り上げというか利益の、ね、はい、幅が出ますから、だからそういうのをまあ織り込んでですね、はい、株価も上がり始めているということでございます。で、今ちょろっと言っちゃったんですけど、はい、1ドル113円です、はい、おめでとうございます、おめでとうございます、やりましたね、やりましたね、はい、これどこまで行くんだということなんですが、115円って言っていかないと私が逆転になるので言いません、はい、あえて言いませんが、はい、修正ソロスチャートの、均衡レートが115円と聞いておりますので、まあ、その辺が目安かなと、まあ、でもいいとこ行ってる感じもしますけどね、はい、そろそろ終わりかなっていうとまた行っちゃうかもしれないし、もうダメかなっていうとね、あの、あ、そう、あの、そう、もうダメか、まだ行けるっていうと落ちるかもしれないし、そうそうそう、逆進効果とかあるんで、ね、ちょっと最近慎重になってるんです、はい、難しいですね、神がね、いや、神が死んでしまったんですよ、なんかね、はいはい、神が死んでしまいまして、神って死ぬんですか、神死ぬんです、ニーチェですね、あのね、ものすごい哲学的な考察が、そうですね、あの出力が安定しないっていう言い方をするんですけど、もともと神だった人がね、必ず逆のこと言ってた人が、なんかこうたまにしか逆のこと言わなくなっちゃうわけですよ、うわ、とかもう場合によっては結構当たっちゃったりし始めるあれって感じ でこれはね、我々ね、逆進の逆噴射なんかどんどん分からなくなってきました、逆進の逆なんかもうすごい複雑でここね、複雑系に入るので、はいはい、もうこれはね、サンタフェ研究所に解析を依頼しようと、はい、複雑系の権威ですから、複雑系 サンタフェで、はい、あの宮沢りえじゃないですよ、サンタフェってサンタフェ研究所の方ね、宮沢りえさんに解析を依頼するのもいいんですけど、いや、それもいいんですよ、いいんですよね、ちょっと古いですけど、はい、叫んなよとか言われるかもしれないですけどね、ちょっと古くてすいません、はい、すいませんでした、はいはい、ということで、もうね、神々は今、はい、複雑系へと、ね、言ってる感じで、うん、もうね、すごいですよ、お正月はね、みんなでね、あれですよ、ほら、お正月みんな七福神巡りって言うからでしょ、ああ、ありますよ ね七逆神巡りって、はい、兜町七逆神巡りってのをぜひみんなでやっていただいて、八百万の逆進たちに感謝、探してみますか、すごいですよ、いや、あのね、日経新聞っていうのを読むとね、もう逆進だらけですから、あ、すごいですよ、はい、じゃあ、あの、ま、神田とかの辺の、ね、神田とかね、そうそうそう、まあ、日経新聞が大手町にありますから、大手町から兜町にかけて、はい、兜町にかけて、もういろんなところに逆進様が、ね、探したりとかして、生、はい、逆進様が、あの、祀られていると言われてますので、これはお正月の楽しい、お正月楽しみですね、はい、逆進どもがですね、まあ、一貫して全員、ほぼ全員円高予想だったんです、大統領選挙後、はい、で大外ししまして、で、あの、未だにでもね、円高円高言ってるんで、まだ大丈夫だと、
でこれがでも円高予想を撤回して円安だって威嚇心が言い始めたら要注意ですね、シグナルです。でちょっと出たんですよシグナル。僕がビビって言ったらちょっとまだ早かったんですよ。もうちょっとその本物が本式の逆進が来る前にちょっと兆候でやっちゃったんで、はい、もう少しかなり上の位の逆進が出てこないとダメですね、上の位、まあ、上の位っていうかね、でももうその本当の群を抜いたそのこうフォースね、フォースを持ってる逆進というのは、もうこれはもうバラ様を置いて他にないですから。でこの間大統領選挙終わった後にもね、1ドル90円というね、もうありがたい予言をいただいたんで、もうこれで日本の AT フィールド完璧ですね、完璧だと思います。はい、もう大丈夫です。まあ、日本は大丈夫です。はい、大丈夫です。もうアルマゲドンにおけるブルース・ウィリスみたいな立場にいる人ですね。もう核爆弾のスイッチを押して隕石消し去るみたいな、あれがバラ様です。はい、はい、あんな感じです。そんな存在でしたか。はい、そんな感じです。ちょっと吹き替え版で。どう接したらいいのか分からないですね。俺の娘を幸せにしろよなみたいな感じでこう吹き替え版ですね。ちょっと。はい、吹き替えの方ですかね。今のブルース・ウィルスの、はい、吹き替えの感じで、はい、はい、感じで言ったんですけど、はいはい、まあ、そういうことで、ね、これいい感じだなということですよね。で、こういうまあいいことが起こってるんですが、はい、まあ、ヤオヨズの逆進はね、常にね、日本経済のネガティブなことしか書きませんので、表ではね、大体そのまあ裏側のことが起こっちゃうんですけど、で彼らはね、なんかね、国債金利が上がってると。抜かしよるんですよ、はい、国債金利が確かに上がってます、はい、ね、マイナス 0.03 から、うん、プラス 0.03 ぐらいに上がってるんです。うん、目で見てあんまり分かんないぐらいに上がってるんですけど、でね、これね、国債の金利が、ね、上がることはね、私はね、まあ、あんまり悪いことじゃないなと思ってまして、はい、なぜかというとね、もうこの間みんなボロクソ言ってた日銀の包括検証ですよ、うん、はい、包括検証、あそこでね、どんな発表があったか覚えてますか。うん、あの時にね、もうこれからは量じゃないと、うん、ね、年間80兆円と決めてましたが、はい、もうこれはもう80兆なくていいですと、うん、これからはイールドカーブをコントロールします、つまり金利を目標にしてコントロールしますと。でもその80兆使わないでコントロールできちゃう場合があるかもしれないから、うん、当面の目安は80兆ですよと、うん、だけど金利がね、まあ確か10年ものの国債金利をゼロ金棒にコントロールするというふうに言ったんですけど、うん、でそれができなくなりそうだったら、うん、別に80兆を超えてもいくらでも緩和するっていう、まあ一応宣言だったわけですよ、うん、はい、それはね、つまり絵で描くとね、こういうことですよね、まあ、ゲルドルバ照準ということですね。あ、まあ、こう上がって、これゼロですよね、ゼロより上がってくるとこうソーラーレイがバーンなんで、グレートデギーはどこに配備されたんですかとか、されたんでしょうかみたいな感じで、キシリアが聞くと、はい、うん、グレートデギー先行しすぎたみたいな、なんかこうすいません、なんかちょっと何言ってるかよく分からなかったんですけど、まあ、グレードデギンがまあこの辺にこう行っちゃったみたいな感じですね。はい、はい、ネビル将軍もろともうわみたいな、アムロがこの辺から見てる感じですね。はい、そういうことが起こるんじゃないかということで、まあ、これで国債金利はですね、0% 金棒と言われるような、だから、うん、まあ、今マイナス、プラス 0.03% とかぐらいなんですけど、まあ、ほぼゼロですよ、ほぼゼロ。はい、でこれが、まあ、桁がちょっと上がってくると、うん、まあ、この黒田ソーラーレイがピシャーってウィーみたいな感じでもう焼かれちゃうわけですよね、うん、はい、どんどんやったらいいんじゃないかなと思うんですけど、だからちょうどなんか良かったんですよね、9月 の, イールドカップコントロールなんかみんな効かねえとかね、日銀の事実上のテーパリングと、もう金融緩和終わりだとか言って、ヤオヨロズの逆進の、ね、市場ではみんな大騒ぎしてたわけなんですけど、うん、まあ、結果的に今こうトランプ、うん、さんが大統領になって、アメリカの金利が上がってるんですよね、はい、でアメリカの金利が上がることにつられて日本の金利が上がることを、うん、このね、これがソーラーレイ様は、うん、日銀ソーラーレイが許さんということになりますよね、これね、包括検証を経てこういうふうに決めたのはやってもらわなきゃいけないんで、うん、いわゆる同額的整合性というやつですよね。もう上がってきたやつはソーラーレイで叩くと、もうそれがたとえもうアリや、ハエであってもアリア、はい、トラもハエも叩くって言ってますけど、トラもハエもソーラーレイというか、もうコロニネーザーをもうバーンダーンブワーンみたいな感じでやってもらったら気持ちいいかなと、もう気持ちはいいですよね、はい、いいですよね、はいはい、でさっきちょろっと言ったアメリカの金利がね、上がってるっていう話なんですよ、はい、でなんでアメリカの金利が上がるのかというと、うん、アメリカも出口が近い、はい、出口が近いです。もういい加減景気も良く、そして失業率も相当下がってる、はい、ただトランプ氏は不動産屋の勘としてまだ金利を上げちゃいかんと、うん、へー、
言ってるんですよね。で12月の、まあ、FRB はもうほぼほぼ FOMC でですね、あの金利を上げるだろうと、あの、まあ、フェデラルファンドレートですよね、はい、今 0.25 なんですけど、多分 0.5 ぐらいまでいくだろうと。でそれを織り込む動きで今ものすごいこのドル高が進んでいて、はい、で反対に新興国通貨の暴落が、まあ、始まっているということなんですよね、はい。でなんでこれ、まあ、あのアメリカの金利上がるかというと、あの基本的にはですね、これマンデルフレミング効果です。先週も説明しましたけど、はい、変動相場制の国において、金融政策のサポートなしに財政政策を全力で吹かすと、うん、基本的には自国通貨高になります、うん。まあ、それはね、あの正確に言うと実質金利が上がるんですね、はい。だからまあアメリカは名目金利も上がっちゃってるんですけど、まあ、実質金利が上がって、でそれでまあその財政政策の効果がキャンセルアウトされるというのがこのマンデルフレミング効果というやつなんですよ、うん。で日本においても金融政策が全くその、はい、まあ、あのアクセルを吹かさない状態、はい、まあ、白河時代ですよね、うん。白河時代に麻生さんという総理大臣がものすごい財政政策をやったんですが、デフレを脱却するどころかその後1ドル80円の円高になっちゃった、はい、でこれはもうマンデルフレミング効果もろ出てるわけですよ。もうこれだけ明らかなのに、いまだにそのマンデルフレミング効果認めないアホがいるので、たま悪いなと、うんうん。もう本当にあの、活気の原因はね、白米食いすぎだっていう話ですよ。はっきり言って。すごい分かりやすい例えです ね, ね。お前は森外かと。はいはい、ね、ドイツでハニトラかかっちゃった森外ですけども。もうね、日露戦争もそれでね、敗北したってね、はい、そうですよ。はい、あ、敗北っていうかね、まあ、戦死者の中よりもね、はい、敗北したっていうかね、活気でおかしくなった人の割合の方が圧倒的に多いんですけど、あれ活気じゃなかったらもうちょっとちゃんと戦えたんじゃないみたいなね。話ですよね、はいはい。ということで、まあ、そのマンデルフレミング効果がですね、うんうん、発動しまして、はい、あのアメリカのですね、金利は今ちょっと上がっていると、うん。でアメリカの金利が上がったらそれは当然ドル高になりますよね、はい、はい。で日本はまあそれで、まあどっちかというと円安になっている、はい。なぜかというと日本はまだ金融緩和が続いているわけですよ、うん。さっきのね、このゲルドルバ照準じゃないですけど、はい、これねイールドカーブグーッとこうね、うん、上がってきてゼロ金棒を超えるようになったらもうまた金ドーンってあとこれまた下がるわけですよ、はい、ね。であの金利はマイナスでしょ、うん、ね、マイナスが金利がマイナスの通貨と金利がプラスの通貨だったらプラスの通貨にポジション持ってた方が金利取れるから美味しいじゃないですか、うん、まあ、そう単純に考えてください、うん、はい、まあ、本当はちょっと違うんですけどね、うん、はい、まあ、でもまあ基本的にそういうふうに単純に考えれば、うん、まあ、あのアメリカのドルがまあ高くなって当然と、うん、まあ、マンデルフレミング効果が普通に出ていると、うん、ね、これはゲルドルバ照準ですけど、うん、ね、マンデルフレミングとかゲルドルバとか難しい言葉多いですけどね、難しいですね、はい、まあ、とりあえずゲルドルバ忘れてもらって、はい、あ、忘れていいんですか、これ忘れていいです、まあ、ネタですからマンデルフレミング効果ということが、まあ、ボロ出てますよということですね、はい。でこの後トランプエコノミーはどうなるのかと、はい、トランプ経済はどうなるのかということなんですけど、この後ですね、はい、おそらくね、まあ、あの今の調子で財政政策をバンバン吹かして、はい、で FRB がじゃあその、ね、金融緩和どころか引き締め方向ですよってことになると、うん、ドル高がかなり進んじゃうんですよ、うん。そうするとアメリカの製造業は痛手ですよね。あ、そうなるんですね、ですね、考えてみたらですよね、うん。まあ、でもそのトランプさんのディールとしてはですね、うん、その製造業にまあ巨額の、はい、補助金というか予算をつけて、うん、でまあ、例えばアメリカの軍備を増強するとか、うん、ね、金持ちには減税をするとか、はい、まあ、景気のいいことを言ってるんですよね。出ますよね。で財源はどうするんだっていうこと で、うん、で結局国債を売るのか、はい、それとも FRB がそのお金を発行してその財源を賄うのかということ で、うん、でもし FRB がお金を発行するとインフレターゲットの上限に達しちゃうかもしれませんね。でそれ以上になっちゃうとちょっとアメリカとしては心地よくないですよね、うん、レーガン大統領の就任前みたいな状態ですね。お金は大量に刷られるんだけど、はい、まあ、ちょっとあのみんなのこうあの供給力の方が逆に不足するような状態、もう羨ましいですけどね、そんなのね、まあ、状態になるかもしれないし、はい、で逆に FRB が強調しないんだったら、まあ、自国通貨高を招いて製造業はいずれダメージを受けると、はい、そうなるともうこれは外国のせいだとか言い出す可能性はそうかなきにしもあらずで、はい、日米構造協議復活っていうのはなきにしもあらずですよ。でもそんなことやったってお前の政策が間違ってるからドル高になるんだろうって以上なんですよ。うん、さっき言ったマンデルフレミング効果考えれば、はい、嫌なら金融緩和すればと、うん、で金融緩和できないんだったら、うん、それはもう今あなたのもう限界だからと、うん、ね、財政政策復活のやめるか、うん、ね、なんかするしかないねと、うん、で金融緩和そのできるかできないかっていうのはインフレ率なんですよね、望ましくないレベルまでインフレ率が上がっちゃうともう金融緩和はそれ以上はできないです、うん、もっと進んじゃいますから。でもポール・クルーグマンあたりは、まあ、インフレ率は 4% ぐらいでもいいんじゃないかぐらいのこと言ってるので、うん、まあ、2% にこだわらずやるというのは一つの手かもしれないですよね、はい。インフレっていうのはまあ基本的に現金に対する課税ですから、はいはい、だから現金を貯め込んでるような人から、ね、お金をまあ課税して巻き上げて、
でそれで、まあ、どっちかというとリスクを取ってる人を応援する、うん、借金してる人にはプラスなんですよ、インフレって。だってあの時間が経てば経つほど借金の実質的な価値が減ってくる、はいはい、ね、1億円借りてても、もしインフレ率 2% だったら、翌年はその1億円借りてるんですけど、名目じゃ1億円なんですけど、実質的な価値は9800万円に減ってるわけですよ。そういうことなんです。だから誰を応援するのか、はい、経済 の, そのプレー主要なプレイヤーのうち、金を現金を貯め込むような醜い金持ちを応援するのか、それともリスクを取って、ね、はいはい、資産をまあ買って、で商売をしている人、ね、そういう人を応援するのかと。でどっちが経済の活性化につながりますかっていう話なんですよ、はい、なんで私よく地方で講演するんですけども、はい、まあ、経済評論家とね名乗ってるくせに株買ったことねえやつとか言って本当驚きですよっていう話をするんですけど、ね、まあ、そういうことです、はい、そんなに現金で貯め込んでるやつ応援しちゃいけない、ということ。やっぱね、投資をしなきゃダメ。トランプさんっていうのはその不動産としてのその勘でいろいろ決めようって、はい、まあ、こうそういう方針の。いや、あのね、一応あの、まあ、これはジョネ・ドラダムスの秘密のトークを聞いてもらえば分かるんですけど、あ、そうですね、あの2つの約束があります、はい、それは、宗教勢力、自分を応援してくれた福音派とかね、はい、エヴァンジェリストの皆さんへの約束、はい、でもう一個がその退役軍人、うん、まあ、ほぼほぼイコール軍産複合体なんですけど、うん、この人たちへの約束、うん、これを果たさないとやばいです、うん、はい、暗殺されるかもしれませんね。まずそれは金がね言われてますけどね、はい、でそれはだから多分果たそうとしてると思うんですよ。でその宗教勢力に対しては最高裁の判事の件、人事の件ね、それからその軍産複合体に対してはその、まあ、軍拡の件ですよね。これはもうやらなきゃいけないということなんで、やるんですけど、やった結果、ね、トランプのミックスが経済の起点に逆らえないですから、だからマンデーフレミング効果発動して自国通貨高で製造業ボロボロってなったら困るよね、と。どうすんのと。で逆にもう日本に金融引き締めしろみたいな圧力かけてきたら、それは内政干渉でしょって突っ張ねんの、うんうんうん、それはオタクの政策のせいで勝手にドル高になってるだけだから、うん、でそれはねかつてもそうだったんですよ、はい、レーガン大統領の時にドル高になった理由は、その前の民主党政権の時鬼のようなインフレだったんですよ、うん、もうあの日本の狂乱物価はあの終わりましたけどね、2、3年で、はい、あのアメリカの場合はね、第二次オイルショックの時も狂乱物価になっちゃったの、うん、年率 20% とかのインフレになっちゃって、うん、でそれを抑えなきゃしょうがないってことで、はい、ものすごい金融引き締めをするんです、レーガン大統領、はい、で引き締めをすると当然これね、あの景気悪くなるんですよ、お金みんな貯め込んじゃう、お金出回るの、じゃあそれをどうやってじゃああの景気良くするかというと、巨額の財政政策で、そこを軍備拡張で何とかしちゃったんです、はいはい、でその結果アメリカは景気は良くなったんですけど、双子の赤字といってですね、ね、あの財政赤字と、ね、それから貿易赤字がものすごい積み上がって、はい、でこれは外国のせいだって始まって、ね、プラザ合意になってってことなんで、歴史は繰り返すかもしれないんで、アメリカに警戒せよってことですか、はい、歴史に学ぶことが多いですね。そうなんです。だから安倍さんもバシッと言った方がいいですね。いやそれお前のせいだからと、お前のせいでどれ高になったんだよと言ってやったらいいと思うんですよね、はい、でもねもう一個ねちょっとありまして、はい、ひょっとしたらですね、はい、さっき私ポロって言いましたけど、はい、ドル高のせいで、まあ、円安にもなってますが、新興国通貨が暴落してるっていう話をしましたよね、ここにその事例があります。1ドル 6.91 元シナね、シナの通貨ね、これは、8年何ヶ月ぶりの、はい、あのまあ、元安です、うんうん、でこれが上がね、まあ、オンショア、いわゆる国内レートですね、はい、で下がオフショアっていって、まあ、あの海外のですね、シナ共産党の影響力が及ばない市場ですね。彼らはあの SDR という、ね、国際通貨になろうとしてオフショア取引の、ね、市場を作っちゃったの、ロンドンとかアホだから。でそこは、ね、コントロールできなくて、これよりも安くなってるんですよ、はい、そうすると、ね、1ドルここに持ってって 6.93 円買って、ね、チャイナの国内に持ってって 6.91 円でもう1ドル買うと、そうするとほら少しお金浮くじゃないですか。これぐるぐる繰り返してると最低取引といってですね、めっちゃ儲かるんですよ、ね、でぐるぐるっていうかもうこれ10倍とか100倍の値段でやればいいんですよね。693元持って、あの1ドル、ね、あ100ドル持ってって693元もらって、ね、でシナで691元払って、はい、で1ドルまた、あ100ドルもらうわけですよ。そうするとほらあの2元浮くじゃないですか、はい、でこれをずっと繰り返していくとこの2元が大量に溜まりますよね。少ない元手でも、はい、でそれをもっと大きい元手でやるんですよ。金借りてもう693億元とかをロンドンとかで売って、でああごめんなさい、693億元ゲットするんですね、はい、ドルを売ってね、はい、でそれをこっち持ってって691億元で、はい、あの1億ドルか、そうするとゲットするわけです。そうするとほら儲かっちゃうじゃないですか、でちょっとまだ残りますよね、はい、2億元残りますよね、で2億元でまた買っちゃえばいいんですよ、ドルをこっちで安い方で、でまたこっち持ってってそれ売って、はい、もう一回買ってっていう、このぐるん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 最低取引増してればボロ儲け、頑張ってということで、はい、なんかちょっとシナ共産党及び人民銀行が望まないペースで、現在人民元安が進んでおります。
先週のザボイスでですね、ザフォーカスの時間に私はこれ、はい、ネタでやりましょうって向こうの人に言ったんですよ、なんかないですかって言われて、はい、いやもうトランプもやんなくていいです、むしろこっちの方が面白いですって、はいはい、この解説をしたので、まあ、あのポッドキャストで多分聞けると思いますね。あ、今タイムフリーでも、ね、そうですよね、ラジコで聞かれます。そうそう、桜林さんもね、ボイス出てたんですよね実はね、さりげなくね、なんか飯田さんより上手いんじゃないかって噂が。飯田アナウンサーが夏休みをね取ってたので、はいはいはい、もう永久に夏休みしてるとか言ってたんで。めっちゃ緊張してね、うまくいかないんですよ、なかなか時間通りに。いや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 、結構飯田さんもちゃんと仕事されてるな。飯田さんはね、もうエヴァンゲリオンのネタだと反応いいんですけどねボトムズとはあんま反応しないんですよねダメですね、もうアッセンブル EX10 でも送ってやりますから、こうなったらあ、いろいろあの得意不得意があるんですね。得意不得意あるみたいですね、はい、まあそんな感じで、はい、まあ、あの皆さんですね、まあ、年末年始ね、まあ、こちらのポトムズが見ていただいて、はい、まあ、ちょっとね、アメリカはそういう意味で今は調子いいんですけど、まあ、いずれドル高が進みすぎると手のひら返してくる恐れがある。八つ当たりで日本のせいだとか言ってくる可能性があるので、十分に注意しなきゃいけないと。これは先読みでちょっと警戒してくださいということは思いますよね、はい、ということで、はい、経済ニュース最前線これにて終了です。また来週です。